どうも今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のビログはですね、これもねめちゃくちゃ質問で多い、内容なんですけれども、アドリブがどうやったら上手くなりますか。アドリブがなかなか上手くいきません。アドリブをするとスケールをただなぞるだけになっちゃうんですっていうようなレッスンをしてるとね、悩みを持った方が非常に多いんですよね。で、まあ、僕もそんなにね、まあ、ね自慢するほどうまくもないですし、うまくもないんですけれども、まあ、ある程度こうやってアドリブを弾くときに意識することってめちゃくちゃあるんですよね。で、よくレッスンで答えていることを今日はお話ししていきたいと思います。なので何かそういうねブルースであったりセッションとかで、そういう自分なりのオリジナルなアドリブでソロを弾いてみたいとか、そういったものに悩んでる人は動画を最後までぜひご覧いただければと思います。今日も GoPro ブログビログになります。じゃあですね、お教えしていきましょう。まあ、今回使うスケールっていうのは僕のビログでも何回か出てきた、ペンタトニックスケール。結構ね、多分ねみんなアドリブを最初にやると教えられることが多いと思うんですよね。僕も結構授業でレッスンで、言ってます。最初はじゃあペンタトニックやろうね。でペンタトニックって覚えておくとジャズもいけるし、ブルースもいけるし、ロックもいけるし、メタルもいける、ポップスもいける、何でもいけるんですよ。なので変になんちゃらスケール、なんちゃらほんちゃらほんちゃらスケールみたいなものをたくさん覚えるよりは、まずペンタトニックスケール、まあ、これメジャーマイナー2つあるんですけれども、このスケールをまず覚えておくっていうことが大事だと思います。まあ、これを覚えちゃうと本当に何にでも汎用性がある、汎用性が非常に高いスケールになるので、覚えておくと便利になるし、アドリブも何でもいけちゃいます。で、確かに初心者の時って、じゃあアドリブを弾いてみよう、ペンタトニック Am ペンタトニックでアドリブを弾いてみようってなった時って、みたいな感じになっちゃいがちなんですね。やっぱ今見てて聞いてて思ったと思うんですけれども、ただスケールをなぞりがち、うん、っていうのは分かったと思います。じゃあなぞらないようにするには、いやちゃんとしたフレーズにするにはどうしたらいいかっていうと、僕が大事だと思うのは楽器も歌わせることが大事だと思います。ね、歌ってやっぱりその強く歌うところもあれば、小さく歌うところ、ささやくように歌うところ、まあ、もう発狂して歌う、発狂してっていうか、言うと変か、ブワーって出して歌うところありますよね。なので楽器も最終的には歌えるようになると一番強い、一番、最終目標なんじゃないかなって思っているんですね。でじゃあペンタトニックを歌わせるにはどうしたらいいか、まあ、もちろんチョーキングだったり、ギター特有の奏法のチョーキングとかスライドとかいろいろあったりすると思うんですけれども、いかんせんみんなペンタトニックをやりますよ。これだけ音 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 約12個オクターブ違いですけれども、12個も音があるから、それをなんかうまくいろいろごちゃごちゃってやったりすると、どうしてもいずれにどうしてもフレーズをただこのスケールをなぞるだけになっちゃいがちなんですよ。でそうしないためにはどうしたらいいかっていうと、縛りを設けます。人間ってやっぱ何かする時って結構縛りがあったりすると案外楽になる、楽というかいけちゃうもんなんですよ。でそれがどんな縛りかっていうと、じゃあアドリブをやってみましょうってなった時に、1、2弦だけを使ったペンタトニックスケールでアドリブを弾いてみましょうっていうようなやり方です。特にこの、この5弦、6弦の5フレットから始まるこのボックスポジション、この4つの音だけでメロディを作ってみる。これだけ、4つしか音ないんですけれど、これをうまく組み合わせることによって結構ね歌わせることができると思うんですよね。まあもちろんそのスライド、さっき言ったスライドとか、まあいろいろ強弱とかっていうのはいろいろあったりすると思うんですけど、音が少なければ少ないほどフレーズをこういう加工とか上昇って結構限界があるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、この
一つの音だけでどれだけ表現をさせるかっていうところに結構フォーカスしてくるんですよ、フレーズ考えるようになると。そうすると本当にこの少ない音色だけでいろいろ自分なりの音を出そうと思うと、この一つの音に対していろんなアプローチを仕掛けるようになるわけですね。なのでそれこそあのとかなんかまあ、リズムを変えてみたりだとか、弾く方の強弱を変えてみたりだとかっていうようなところにフォーカスしていくので、これをうまくいろいろ組み合わせていくと結構生きたフレーズになってくる。なので上昇下降も言ってもそんなできないわけとかしかできないんだけど、この2つの弦だけでそうやっていろんな1つの音に対していろんなアプローチを仕掛けることによってプラスしてもう一つ、その一つ隣の1弦の8フレット2弦の8フレット1弦の10フレット2弦の10フレット、ここも足していく、ここも足していくともうめちゃくちゃ幅広がるね。だからこうやってアドリブで歌わせるようになる、ギターで歌わせるようになるにはメロディアスに弾けるっていうところが大事なんじゃないかなって僕は思うんですよ。なのでこうやって上昇下降だとやっぱメロディアスではなくなってしまう。もちろんそういうメロディアスに聞こえるフレーズもあるんだけど、メロディアスにしていくフレーズを作っていくっていうところを考えると、こういう風にフレーズを弾く場所を最小限に減らして自分なりにメロディーを弾くように演奏してみると必然的に上昇下降のフレーズにならなくなる、ちゃんと歌ったフレーズになってくるんです、はい、なので今は1弦2弦だけとかって言ったけど、どんな増やしててもいいですよ。 1,2,3 弦まで使って弾くとか、あとは1弦なしで 2,3,4 弦だけで弾くとか、2弦と3弦だけで弾くとか、そういう風にちょっとずつ絞っていろんなフレーズを作って最後は6弦全部でじゃあやってみようっていうような感じでやっていくと、あら不思議、結構フレーズ弾けてるじゃんみたいな感じになるんですね。なのでこの練習法結構おすすめですよ。だからあえてそのスケールを覚えたとしても、そのスケールのちょっとずつ少しずつの4つ、そのスケールの中の4つぐらいの音をかいつまんでそこだけでフレーズを作るとか、そういう練習をしてみると結構アドリブっていいフレーズが結構出来上がってくると思うんですよね。なのでこれはよくレッスンでも伝えています。他にももっといろいろねやり方はあるんですけれども、それはまた別の動画で話をしていきたいと思いますので、ぜひ今回は、この覚えたスケール、まあ、今回はペンタトニックスケールだったんですけれども、このペンタトニックスケールを4つの音だけに集中してまずはフレーズを作る、でメロディーを作っていく、でだんだん弦を増やして最後は全部の弦を使って弾いてみるっていうようなことをぜひやってみてほしいかなと思います。はい、まあ、なのでこのペンタトニックを覚えておくだけで、さっきも言ったけどジャズ、ロック、メタル、ブルース、何でもいろんなジャンルできるのでぜひ試してみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。